こんにちは、ハーリーです。今日は銀座で高級寿司が2500円で食べられるお店、寿司辰巳さんをご紹介します。皆さん、銀座で高級なお寿司って食べてみたいですよね。ただ銀座のお寿司屋さんって夜だと値段がすごく高くてなかなか行けないですよね。僕も今日もザ銀でシスやわって言える天竜人みたいな人生ならよかったんですけど、多くの皆さんと一緒でそうではない一般人です。辰巳さんも夜は2万円とか3万円以上する高級寿司店なんですけど、ランチは2500円でコースが食べられます。すべてお任せで出てきて雰囲気も抜群なので、デートにもぴったりのお店です。もちろん友達とか同僚と来るのもありですよ。動画の最後ではいつなら予約が取りやすいのかも含めてご紹介するので、最後まで楽しんでみてください。僕のチャンネルでは池袋、銀座、有楽町、日比谷エリアを中心としたコスパが良くて美味しいお店とか、高級旅館、高級ホテルをラウンジプランを含めてご紹介しているので、食べるのが好き、旅行が好きという人はチャンネル登録してくれるとすごく嬉しいです。それでは早速参りましょう。辰巳さんは銀座駅からなら C3 出口から新橋方面へ8分、新橋駅からなら2分のところにあります。高級クラブが多い銀座の中で一つだけやたら和な雰囲気があるのですぐに気づけると思います。店内はカウンター席が11席と奥に6人掛けのテーブル席があります。席の間隔も広々としていて、さすが銀座だけあってお店の中もすごく綺麗です。お客さんの層としては20代から50代の人が多くて、デート、女子会、親子で来ている人といろんな人が来ていました。カウンター席に座ると板前さんが実際にお寿司を握っているところとか、美味しい魚が並んでいるところを見れるので、予約していくならカウンター席を予約するのがおすすめです。お昼のメニューはこちらです。2500円の彩りコースは握り8貫と汁物、茶碗蒸しとかがついてきます。どのコースも最後にお稲荷さんが食べ放題になっていて、お腹がいっぱいになるので、初めて来た人はまずは彩りコースを頼んでみるのがおすすめです。ドリンクメニューはこちらです。お昼からアルコールのメニューも頼むことができますよ。握り一品目はイカです。イカは水と塩で味付けしてあって、ネタが輝いています。最初からものすごく美味しいお寿司が出てくるのでテンション爆上げです。二品目が出てくる前に茶碗蒸しが出てきます。この茶碗蒸しは卵がプルプルとしていて食感も最高です。中には季節の旬菜が入っていて、茶碗蒸しも高級店の名前を裏切らない美味しさになっています。二品目は島味です。島味もネタが光っていますね。表面に少し切り込みが入れてあることで、醤油がネタの中まで染み込んでいます。言い遅れたんですけど、このお寿司は全部味付けされて出てくるので基本的にそのままいただくスタイルです。三品目がマグロの赤身です。こちらも切り込みが入れてあって醤油がよく染み込んでいます。ネタの上の柚子もいいアクセントになっていてすごく美味しいです。四品目はカマス炙りです。皆さん、カマスって食べたことありますか？僕は初めて食べたんですけど、旨味とほのかな甘みがあってめちゃくちゃ美味しいです。ネタがご飯を包み込んでいて見た目もすごく美しいですよね。5品目はアジです。アジはカポスで味付けされていて、アジ本来の旨味が引き出されています。6品目に入る前に味噌汁が出てきます。味噌汁は青さとネギが入っていていい感じの箸休めになります。6品目はサンマです。皆さん、秋になってようやくサンマが美味しい季節になりましたね。サンマはネギと生姜がいいアクセントになっていてすごく美味しい味になっています。7品目はイクラです。イクラは作っている段階からすごく美しいですよね。僕、醤油って塗るものだと思ってたんですけど、どうやら垂らすものだったんですね。イクラの季節は秋から冬にかけてが旬らしくて、これもまたすごく美味しいです。僕の他の動画
見てもらったら分かるように、微妙なものは微妙って僕は言うんですけど、ここのお寿司はどれも日の打ちどころがないぐらい美味しいです。最後のお寿司に入る前に玉と巻物が出てきます。玉には辰巳というお店の焼き印が押されています。こちらはほんのり甘くていい感じの箸休めになります。巻物はレンコン、梅しそとごぼうです。レンコンもごぼうもシャキシャキとしていてめちゃめちゃ美味しいです。お寿司だけじゃなくて巻物とか玉とかも美味しいあたりがさすが高級店ですね。最後8品目はアナゴです。しっかりと煮込まれたふわっふわのアナゴにとろっとろの甘いタレがよーく合わさっていいハーモニーになっています。ハーモニーランクで言うと8ですね。ちなみにカウンター席じゃなくてテーブル席だとあらかじめ複数貫握られたものがまとめて提供されます。コースのお寿司だけでも結構お腹いっぱいになるんですけど、最後に嬉しいのがこのお稲荷さん食べ放題のサービスです。お稲荷さんの種類はガリ、わさび、ごまから選べて、3種類の中からそれぞれ一つずつ頼むっていうこともできます。お稲荷さんの外側にはごまならごま、ガリならガリ、わさびならわさびと分かるような印をつけてくれています。お揚げさんは甘めのタレで漬けてあって、これだけで食べてもものすごく美味しいです。特徴としては香りならごま、食感ならガリ、爽快感ならわさびって感じだと思います。皆さんもぜひお気に入りのお稲荷さんを見つけてみてくださいね。僕が行った時のデザートは黒糖アイスでした。黒糖アイスは魚の味で生っぽくなっていた口の中をさっぱりしていい感じにリセットしてくれます。今日は銀座の高級寿司が2500円で食べられるお店、寿司辰巳さんをご紹介しました。2500円なのに美味しくて量もしっかりあってコスパ最高です。ぜひ行ってみてください。ちなみに土曜日は予約をしないと絶対に入れないので、必ず予約してから行くようにしましょう。僕が予約したときは予約してから3週間後とかになったので、行きたいと思ったら早めに予約するのがいいですよ。予約の電話は営業時間中は取れないようなので、午前中とか15時以降に電話するのがおすすめです。これからもおすすめのお店をあげていくので、チャンネル登録してもらえると嬉しいです。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。ではまた次のお店で。